すげえ、雲が下に見える。飛行機だぞ、当たり前だろ。ヒューロ、乗ったことあるの？決まってるだろ。ないよ。おお、綺麗だな。うん、いよいよ俺たちは世界と戦うんだな。ああ大丈夫か、ヒロト。何の問題もねえ。だけど震えてないか。それはその、世界を前にしてむしゃぶれってやつだ。もう食えねえよ。離れろよ。みんな、いよいよ世界だな。海の向こうでもサッカーやろうぜ。ああ、え、おいしい。前を指す指先に大きな世界が待っているぜ。仲間との出会いが作った未来さ。人は人と出会い、人は人とつながり、人は人を支え、人は人を責任。人と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 仲間たち。出会いは足し算、絆は掛け算、仲間といれば俺たちすでに100万倍。このまま地球丸ごと帰国しようぜ。今、世界上空。ロシアってどんなとこかな。ロシアって言っても広いから何とも言えませんけど、私たちが行くカザには古いお城なんかがある綺麗な町ですよ。そうなの？テンション上がる。買い物とかする時間あるかな。さあ、どうでしょう。買い物、僕も付き合いますよ。コブン君も行く？やっぱり？さあ、どれでごす？ちょっと待ってください。ここは慎重に、と。さっさと選べごす。キドウと一緒に来たかったな。ああ。だがあいつには大事な役目がある。俺は稲妻ジャパンの追加補充メンバーを選び出す。補充メンバー？なあ、日本が世界と渡り合うにはまだ戦力が足りないんだ。キド、お前が強力な仲間を連れて戻るのを待っているぞ。しかし工藤コーチまで残るなんてな。キドと共に補充メンバーを選び出すとのことだ。あの二人が選ぶ選手なら期待できそうだな。ああ。本命はスペインですか？まだわからないよ。一次グループリーグでの日本の相手はスペイン、アメリカ、ロシアだ。この中でランキングが最も高いのはスペイン。何か気になることが？ロシアチームのデータが奇妙なんだ。どういうことですか？これはエキシビションマッチなんだけどね。このキーパー、 FFI の公式データではフォワードとなっているんだ。ウェブサイト側のミスでしょう。だと思うけど、だけどこの筋肉のつき方はキーパーじゃない。監督、日本代表から俺を外してもらえないでしょうか。なぜですか。俺は一時はオリオンに身を置いたものです。オリオン財団の諸外国ロシアでは
どんなアプローチがあるかも分かりません。あなたは私たちを裏切るのですか？そんなことはしません。俺は遠藤さんも野坂さんも尊敬しています。他のみんなも。俺はみんなのそばでサッカーができるだけで幸せなんです。だったら何の問題もないでしょう。でもまた俺がみんなに迷惑をかけることになったら。おおいくらでも迷惑かければいいじゃないですか。それが仲間ってものですや。監督、もしオリオンが俺の仲間に手を出すのなら、俺はオリオンを叩く。たとえフロイ、君が相手でもね。みんな、うまい押し寿司があるんだ。食べないか？飛行機の中で寿司？親父さんの押し寿司か。ああ、食べたい。親父がさ、どうしても持っていけってうるさくてさ、普段から無口なくせに強引なんだよな。どこの親父も変わんねえな。うわ、こんなに。ああ、いい。遠足のバスの中じゃないんですけど。親父さんか。父ちゃんは夢を叶えたのかな。どこにいるんだ父ちゃん。はい、はい、大佐。あの、まさかお前はさすまいけ好きだったの。同機は目的地ロシアカザニ国際空港に向かって運航しておりますが、ここで皆様にお知らせがあります。お、なんだなんだ。当機には少年サッカー日本代表稲妻ジャパンの皆様がご搭乗されております。皆様、日本を代表して戦ってくださる稲妻ジャパンの方々を称えて拍手をお願いします。すごいな。すげー、稲妻ジャパンすげー。僕もいつかサッカー選手になりたいんです。サッカーやって稲妻ジャパンになるのが目標なんです。ダメよ、汗にしてないと。大丈夫？この子は生まれつき心臓が悪くて、ロシアで移植手術を受けるんです。稲妻ジャパンの兄ちゃん、僕ね、まだサッカーやったことないんだ。自由に走ってボールを蹴ってサッカーをやるのが僕の夢なんだ。だから僕ね、絶対サッカーをやれるようになってみせるよ。うん、絶対なれるよ。いいか、チビ、サッカーをやるやつはここが強くなくちゃなんで。だから早く直しな。うん。夢を叶えたいなら、叶えたい夢よりももっとでっかい夢を見ることだ。もっとでっかい夢？ああ、サッカーができることよりもでっかい夢といえば。サッカーで世界に行く。そうだ、目指すは世界だ。だからしっかり病気を治して俺たちの後についてこい。うん、わかった。兄ちゃんたちも他の国の選手に負けないで。僕テレビの前で応援するから。ああ、俺の必殺シュートを見せてやるからな。飛行機が着いたらクルージングなどご一緒にいかがですか。さらにその後夜のアバンチュールにしけ込むなどのオプションもありますよ。お客様、困ります。困りますって言われても困ります。超監督、コマッチングコマチコ先生よ。はぁ、稲妻イレブン。ロシア、やっぱ日本とは雰囲気違うな。アスト、キョロキョロしてると田舎者と思われるだろ。
丈夫か、ヒロト。何の話だ。だから、その顔色普通じゃない。快適だったよな、飛行機ってやつは。まさに乗り心地満点だら。うん、はーい、オリビエット、雷ジャパンの皆さん、ダブルパジャラバチ、ようこそ。誰だ。ロシアではわからないことだらけだと思いますので、ガイドさんをお願いしました。こちらはスコーリオさんです。だいぶ個性的ですね。私名はバビエタスコーリオです。なんか暑苦しそうだな。暑苦しくありませんよ。あなたの方こそ、アタイムサムソーです。うっざこのインチキロシア人が。残念でした。ロシアにいるけどイタリア人なのです。なのでロシア語も日本語も片言です。マジ。じゃあなんでガイド。みんな、夏美さん、お久しぶりです。そうか、夏美は先に来てたのか。ええ、先に入って他の国の情報を集めていたの。情報はスピードが大事でしょ。心強いな。ゴエンジ君、足の方は。まだサッカーは無理だが、日常生活には問題ない。早く復帰できるといいわね。オヤ分、あれはスペインチームですよ。こんなところで会うとは運命的ですね。あれ、クラリオ。クラリオじゃないか。日本のキャプテン遠藤か。次の試合絶対に負けないからな。言葉にするのは簡単だが実現は難しいぞ。いや、日本はスペインに勝つ。ゴーエンジ、足の怪我はその後どうだ。私たちの試合までに調整することだ。今の日本にはあなたの技なしに勝機は見出せない。ああ、そのつもりだ。だが言っておく、日本の本当の力をお前たちはまだ見ていない。俺の技はまだその一部に過ぎない。ほう。日本人はどうしてこうハッタリを抜け抜けと言えるのかね。まあいい、試合が始まれば全てわかる。楽しみにしている。向こうから来るのはアメリカチーム。ゴエン、おお、一ノ瀬とドモンじゃないか。久しぶりだな、エンド。ゴーエンジに風丸も。いよいよこの時が来たな。日本が敵ってのも複雑な気分だけどな。アメリカ代表になったとは聞いていたが、こうやって見ると様になってるじゃないか。ゴーエンジ、俺を誰だと思ってるの。一ノ瀬くん、アメリカ感あります。どこが。ところで君たちはオリオンのことは聞いたかい。ああ、サッカーをビジネスとして拡大するために試合をコントロールしようとしているらしい。このロシアでの本戦でどこまでオリオンが食い込んでくるのか。安心して、アメリカにはオリオンの使徒はいない。スペインも同じだと聞いている。だけど問題はロシアチームですね。ロシアには要注意だ。君は。野坂優馬です。稲妻ジャパンのミッドフィルダーです。君が野坂か。日本代表を戦術面で引っ張っている天才プレイヤー。いえいえ、天才は一ノ瀬さんですよ。日本のプレイヤーでありながらアメリカの代表に選ばれるなんて。そう。そこ、おだてに乗らない。ロシアは全員がオリオンの息がかかった選手だという噂がある。たとえそうだとしても、俺たちは最大限の注意を払って正々堂々戦うまでだ。ああ、コントロールされるサッカーなんてまっぴらだしな。その通りだ。俺たちは俺たちのサッカーをやる。あ、ユウたちはカジヤのフレンドかな。ああ、そうだけど、日本では一緒に戦っていた。そうか、なら今回はフレンドでありながら敵同士ってわけだな。はあ、
やっぱアメリカ代表なんだな一ノ瀬。前は一緒に戦ったのになんか変な気分だな。一ノ瀬はもともとアメリカでプレーしていたんだ。期間で考えるとまだアメリカの方が長いんじゃないか。確かにアメリカの方が長いな。だったらお前はアメリカ人だな。完全な日本人だ。来たぞ世界。プリビエット、ようこそロシアへ。僕はフロイ・ギリカナン、ロシアチームキャプテンです。これから剣を交える皆さんにご挨拶に参りました。変わった服を着てるな。あれはロシアのルパシカという伝統的な衣装ですね。最高の敬意を払って客人を出迎えるということか。こいつらがオリオンの。ギリカナン、彼はオリオン財団理事長の息子。敵国の王子といったところでしょうか。はい。フロイ、皆さんとは FFI 一次グループリーグで当たることになる。本当に楽しみです。わざわざ空港まで来てくれてありがとうな。いいえ、神聖なる代表チームの皆様を迎えるのは当然のこと。皆さんにお会いできて光栄です。こちらこそ。あなたは日本の遠藤キャプテンですね。ああ、俺のこと知ってんのか。当然です。ここにいる皆さんのことは全て頭に入っていますよ。おいおい、そりゃ何でも嘘だろう。そこミスター豪人鉄之助、底なしの体力を持ち最後まで粘りを見せる日本のスーパーサブ。必殺シュートはファイアレモネードライジング。うわ、最新の技の情報までも。戦いで大事な要素の一つにデータがあります。どんなに高い能力を持っていても情報戦に負けては勝利の確率は落ちる。僕はあなた方の調査を怠ってはいない。まずは日本、稲妻ジャパン。 FFI 初出場ながらアジアの強豪を破り本戦に上がってきた。一人一人の個性が光り、チームとしての連携力も高い。油断ならない相手だ。次にアメリカ、スターユニコーン。多彩な戦術、一人一人がゲームメーカーと言っていいほどのクレバーな動き。敵チームに応じた作戦で次々にランキング上位の国を打ち破ってきた。最も注意して向かわねばならない相手だ、うん、そちらはスペイン、無敵のジャイアント。強力なフィジカルで猛進する。かといって力押しじゃない。息を呑むほどの華麗な戦術と個人技、そのプレーはまさに芸術。ランキングにおいても我がロシアの上を行く優勝候補筆頭。このようにすごい皆さんと最初からお手合わせできるとは、サッカープレイヤーとしてなんてラッキーなんでしょうか。サッカーにおいて強い相手との出会いはまさに海において最高の波だ。フロイ、長いぞ。あ、また喋りすぎ。あ、じゃあ、じゃあ最後に我がロシアイレブンの紹介を。は異名はパーフェクトスパーク、完璧なる電光石火。全員が全ポジションを行うスキルを持っていて、相手によって変幻自在にチーム個性を変化させることが可能。何？誰が攻めて誰が守るのか、それは初めて見ないとわからない。そんなことが可能なのでしょうか。彼はそう言っている。嘘をつくような相手には見えないけど。だとすると分析は極めて困難。ジェネラルが通じない相手ってことかな。面白いじゃないか。お出迎え感謝する。我々もあなた方と対戦するのが楽しみだ。僕らは負けませんよ、絶対に。それはこちらも同じ気持ちだ。早速暑苦しいね。あいつ気に食わねえぜ。ロシア、あいつらはオリオンの完全な傘下にいるはずだ。ああ、だろうな。オリオンの犬が。やめろ、試合で思い知らせるだけだ。では皆さん、試合まで
ロシアの街を楽しんでください。ああ、そうだ、皆さんに言っておくことがありました。今オリオン財団の息のかかった選手が試合をコントロールしているなんて噂がありますが、ご安心ください。我々ロシア代表にオリオンの使徒は一人もいません。我々ロシア代表はオリオンを認めない。初戦の相手はスペイン。遠藤さんはかつてスペインのキャプテンクラリオと対戦をしていたんだ。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、世界の壁。稲妻イレブン今日の格言。夢を叶えたいなら、叶えたい夢よりもっとでっかい夢を見ることだ。以上、